この動画では、これだけは覚えておきたい。入試に品質する5区、2抽選、8を、1問1答形式で学習します。チャンネル登録で更新情報をゲットして、今すぐライバルに差をつけましょう。第1問、結局、という意味の言葉は、正解は、挙句です。例文、散々悩んだ挙句、断った。第2問、嫌で遠ざけたい気持ち、という意味の言葉は、正解は、疎ましいです。例文、だんだん疎ましくなってきた。第3問、一方的に押し付けられたもの、という意味の言葉は、正解は、押し着せです。例文、押し着せの制服を着る。第4問、ゆっくりとした様子、という意味の言葉は、正解は、おもむろにです。例文、彼はおもむろに、話を始めた。第5問、まったく、という意味の言葉は、正解は、皆目です。例文、皆目見当がつかない。第6問、何かにこだわり、くよくよすること、という意味の言葉は、正解は、屈託です。例文、彼は、屈託のない笑顔を見せた。第7問、おごり高ぶって、人を侮ること、という意味の言葉は、正解は、傲慢です。例文、彼の傲慢な態度に激怒した。第8問、何の問題もなく、という意味の言葉は、正解は、こともなげにです。例文、彼は、こともなげに問題を解いた。第9問、失敗し、気力をなくすこと、という意味の言葉は、正解は、挫折するです。例文、サッカー選手になることを、挫折する。第10問、愛想がない、という意味の言葉は、正解は、すげないです。例文、彼女はすげない返事をした。第11問、そわそわして落ち着かない様子、という意味の言葉は、正解は、そぞろです。例文、楽しみにしていた運動会の日が近づいてきて、気もそぞろだ。第12問、相手の勢いにひるむ、という意味の言葉は、正解は、たじろぐです。例文、敵の捨て身の攻撃に、たじろぐ。第13問、いい加減、おろそか、という意味の言葉は、正解は、なおざりです。例文、簡単な問題を、なおざりにしない。第14問、よくあること、という意味の言葉は、正解は、日常茶飯事です。例文、兄弟喧嘩は、日常茶飯事だ。
第15問、邪魔をするという意味の言葉は。正解は阻むです。例文、大雪に道を阻まれ思うように進めない。第16問、かわいそうだという意味の言葉は。正解は不憫だです。例文、彼の生い立ちを聞いて不憫に思う。第17問、大切な場面で心が勇み立って体が震えることという意味の言葉は。正解は武者震いです。例文、決勝戦を前にして武者震いしてしまった。第18問、双方が理屈を言い合い争い続けることという意味の言葉は。正解は水かけ論です。例文、二人の言い合いは水かけ論だ。第19問、道理に合わないことという意味の言葉は。正解は理不尽です。例文、客からの理不尽なクレームに対応する。第20問、慌てふためくという意味の言葉は。正解は狼狽するです。例文、敵の不意打ちを食らって狼狽する。問題は以上です。今回は入試に品質する語句2-10-8についての学習でした。定期的に繰り返し視聴して知識を定着させましょう。チャンネル登録で更新情報をゲットして今すぐライバルに差をつけましょう。